りました。今日は爽やかに参りたいと思います。なんといってもですね、前回、いつやったかな、前回違うわちょっと以前に出ていただいた翔子ちゃんが今日来ていただいております、はい、もう噛む前にちゃんと紹介させていただきました、はい、翔子ちゃんです、はい、もうあの言葉なくしてこの映像だけでもう喋っといてくれたらいいみたいなずるいですね。あのちゃんと紹介させても、ツインクルウィッチクラブ、はい、ツインクルウィッチクラブ、ツインクル、あ、ごめんなさい、あのツインクルウィッチクラブ、はい、もうねダメです、滑舌が悪くって英語が悪いんでね、はい、ツインクル、もう一回ツインクルウィッチクラブ、はい、これはどういう意味なんですか。ツインクルっていうのは、ツインクルっていうのはきらめくとか輝くとかっていう意味なんですよね、はい、でウィッチはもう魔女ですから、トゥインクルウィッチクラブで輝くきらめく魔女たちのクラブっていうことで、はい、代表をやらせていただいております。キマジョ、キマジョっていうことですか、はい、そうですね、美魔女ならぬキマジョですね、うちの場合は。それキママジョ、あ、それもあると思います、あると思います、お上手です、相変わらず、相変わらず親父ギャグを作りましょう。キママナ、まあでもそうですね、いいですね、こういうちょっとお遊びのある程度ですよ、はい、こう部分を持っていないとなんかこう楽しみ方がいいじゃないですか。これ今ね、これご覧の皆さん分からないですけど、キマジョ通信っていうのがあるんですね。これそうです、これまだ、え、あ、まだそう、会員さんまだ26日の発足パーティーの時に渡す、あ、ほんじゃあまだまだやっていきましょう。いいですよ別に、ちょっと本当に素敵な、あの僕興味すごくあるんですけど、ありがとうございます。その会員さんっていうのはどんな、この何をするんですか、ここで。そのここでも遊ぶんです。はい、遊ぶ、はい、うん、えらい抽象的な具体的にちょっと教えてもらいたいですけど、遊ぶのは分かりますけど、はい、年齢は35歳以上、35歳以上、はい、女性の方だったらどなたでも入れるサークルです。じゃあ僕は入れないですね。無理です。うわ残念やな。ねえ。でも講師で何か呼んでもらえますか。ぜひぜひよろしく。そしたらこうしろああしろ言うても全然やりますから。当初から35歳以上の、あの和歌山の輝いてる女性ばっかりで、こうサークルを作ってみんなで楽しいことをしようよっていうことから始まって、うん、はい、であの一般公募はしてなくて。はい、あの口コミで、紹介で、で現在あの30人になったら締め切るつもりだったんですけど、うんうん、好評いただきまして、うん、今のところ43名ほどの、ありがとうございます。あ、すごいですね。でもちょっと本当に僕もちょこっと聞いただけやけども、はい、もうそんだけ集まって、はい、でちょっとこの間も行かせてもらいたかったんですけど、その、はい、あのサロンがあるんですね、そのスタジオスペース、レンタルスペース、はい、そのサロン素敵な写真で見させてもらっただけなんですけど、はい、ここが、ここをここは私のお店なんですけども、そこを事務局にし て、はいはい、でレンタルスペースがあるので、はい、そこの場所を活用して、はい、いろんなことを楽しいことをしていきましょうで、会員さんにもそこに来てもらって楽しんでもらいましょうということですね。はい、うわー、いいですね、はい、皆さん楽しい方ばっかりです。あのうちの技術スタッフも入りたいって入れたから、入ってないから興味あって、あ、そうなんですか。そうそうそう、え、35歳以上ですか。あら、オフコース若い、若いでしょ。もう35歳以上の方だったらどなたでもぜひぜひお願いいたします。じゃあぜひ入ってください。じゃあ僕あのそこに講師で行って、はい、ガッガッてやってやったんですね。まああのね、ご覧の皆さん初めての方いらっしゃると思いますのでね、翔子ちゃん翔子ちゃんって、まあ、この間出てもらってるんで言うんですけど、あの非常にその魅力的っていうか、魅惑的というか、魅惑、あれ、なんかこうちょっとね、こう男性から見ると女性からもそうやと思うんです、なんか奥がありますよね。でね、その何の看板背負ってるんですかって言った時に、はい、僕ここやと思ったんですよ。ここですか。 9歳6歳のお孫さんを背負ってるんですよ。背負ってはないんですけど、見えないでしょ、ちゃんとママいるんで。お母さんですよ。あ、お母さん、おばあちゃんです。え、あ、もうその言葉は、え、言葉はでも普通に言えばそうですが、はい、娘さん、長女が30歳、はい、そうです。考えられます。そうです、若いでしょ。だからまあ
本当にあのこうやって今あの映像で流れてるから、まあ、僕のこの僕の顔見たら分かりますと、僕もまあ若いって言われるけど僕と同じ年なんですよ。はいね、同じ 年男 AKB48 ってもう言うてしまいましたけど、ね、もうそういうことで僕最初お会いした時にってほんまに思いましたよ。まあでもそういうお子さんを育てられながら今ようやくそういろんな部分がちょっとこう自分でこういろんなことを模索してやろうとしているところが、まあ、すごくこう生き生きされているのが分かるので、はい、ぜひその活動の中で、まあ、今年かなあの始まっていると思うんですけど、あのもうどん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 紹介してもらいたいなと思いまして、で、このイヤーご自身が持っているその資格っていうか、はい、それもイヤーセラピスト講師とか、はい、そうです、これ僕興味あるんですよ、はい、だから代表であられる翔子ちゃんもいろんなこと何をあ、僕またマジックするからマジックするからと思って、なるほど、そうです、あ、これか、はい、ちょっとあ、これでこれをあの中にこうスコープみたいなスコープじゃないか、ね、あの入れますよね、イヤースコープを入れます、